6月28日、1995年、ルーキーが V ゴールをアシスト。ついに勝率5割へ。1995年6月28日、水曜日、浦和レッズは大宮サッカー場に横浜マリノスを迎えて、J リーグファーストステージ第20節を行い、延長の末、2対1で勝利しました。これでレッズは10勝10敗。 ステージ終盤に差し掛かろうかという時期に勝率が5割になったのはこれが初めてでした。開幕戦で大勝すれば第1節を終えて首位ということになります。レッツも開幕直後であれば1勝1敗の勝率5割になったことはありました。また1994年のセカンドステージは第7節時点で4勝3敗と勝ち越していました。 しかし全26試合のステージの20試合目で勝ち数と負け数が同じというのはレッツが過去2年,2年間と異なり J リーグの中で他のチームに越して戦えている証拠でした。それは注意の証拠だろう威張ることじゃない。その通りです。しかしそれまで毎年優勝争いが激化してくる時期に蚊帳の外のそのまた遠くにレッツは位置していたんです。 その頃思えば気分は雲泥の差であったことをご理解くださいそしてこの横浜マリノス戦がまた劇的でした前半はほぼ互角の展開でしたが後半攻勢を強めてきたマリノスに先制されますしかしこのカードの前半戦第8節の横浜マリノス戦でも2ゴールを挙げているウーベ・バイン選手の同点弾で追いつくとそのまま延長へ 延長前半9分バイン選手からパスを受けた途中出場の福永康一選手が左からシュートと誰もが思いました当時日本代表のキャプテンを務めていた横浜マリノスの井原雅美選手もスライディングでシュートブロックにきましたすると福永選手はシュートしないで右へパスそのボールを走り込んだ広瀬修選手が完全にフリーでゴールへ蹴り込みました V ゴール勝ちはこのシーズン3度目でしたが、ホームゲームでは初めてです。ピッチになだれ込んだのはベンチの選手だけではなく、ジャケット姿のホルガー・オジェック監督がその先頭に立っていました。歓喜の輪というより、組体操の人間ピラミッドが潰れた後のような状態の中心はもちろん決勝点を挙げた広瀬選手、そしてアシストした福永選手でした。 福永選手はこの年青山学院大学から加入したルーキーですそれまであまり知られていませんでしたがプロ契約を交わしていない練習生という扱いでした同じ大卒ルーキーの土屋正輝選手が序盤からボランチで起用され活躍していたのに対し出番はなかなか回ってこないで6月17日の第17節アルビレックス新潟戦で初めてベンチ入り そして18節のベルマーレ平塚戦で J リーグデビューしこの横は回りの線が2度目の出場でしたキレのいいボールさばきや重心の低いドリブルボールの有無にかかわらず気の利いたエリアに顔を出して味方のチャンスを広げるプレーなどが小気味よかったんですがなんといっても最後の V ゴールを演出したシュートフェイントが圧巻でしたカラスラスイディングをさせた 相手の井原選手はアジアのリベロとも異名を取る選手でしたそのディフェンダーの名手を子供扱いするような落ち着いたプレート広瀬さんどうぞ」とでも言うような優しい正確なパスとてもデビュー2試合目のルーキーとは思えない風格さえ感じさせましたサポーターの心をいわゆるわしづかみした「ヤスの誕生でした 大宮伝説とはチームとサポーターが完全に一体となった戦い点を取られても逆転する粘り強さとりわけ最後に競り勝つ V ゴールそういうものが僕のというより当時のサポーターの心に深く刻まれているんですがその要素が全て詰まった最初の試合がこの6月28日のマリノス戦でしたドラマチックな勝利で勝率5割に乗せたレッズは ここからサポーターの気持ちとともにファーストステージの順位も徐々に上げていきます。同時に、福永選手も自らのプレーで練習生からプロ契約への道を切り開いたのでした。さて、この内容はウェブサービス、ノートにも掲載しています。この日に関する他の方の投稿も読むことができます。ぜひノートにアクセスして、ハッシュタグあの日の私たちで検索してください。 あなたは1995年6月28日何をして何を感じていましたか皆さんの投稿をお待ちしています。瀬尾順がお送りしました。それではまた明日。